本日は日本時間8月20日に行われたブアカオポプラムック VS 三浦孝太にてエキシビションマッチでありながら衝撃の KO 勝利を収めたブアカオポプラムック選手が試合後気になる発言をしているので、そちらについてまとめていきます。タイ国にて絶大な人気を誇る三浦孝太選手は母国英雄とも呼ばれ、40歳ながら現役バリバリ。2000年代には K1 マックスにて日本でも活躍し、日本の大レジェンド正人氏の最大のライバルとして活躍していたブアカオポプラムック選手とエキシビションマッチキックルールにて対戦が決定しておりました。そんな40歳を超えてもなお強さを保持しているブアカオ選手との対戦に、三浦孝太選手のトレーナーである宮田和幸氏は試合前、エキシビションマッチなので軽くやってもらう、 KO を狙う攻撃にはペナルティを与えてもらう、そこはしっかりと契約書にも書いてもらっているとコメントを残し、あくまでもエキシビションマッチ、9月のライジン出場を控える三浦孝太選手には怪我なく試合を終えてもらうため軽めのエキシビションマッチで行うと契約書を交わした旨を語っております。そんな中行われたブアカオ VS 三浦孝太では 1-2 ラウンドエキシビションマッチさながらの試合を繰り広げるも、続く3ラウンド怒涛のラッシュにてブアカオ選手が三浦孝太選手を攻め立て、防戦一方の三浦孝太選手に見かねたレフェリーが間に入り、レフェリーストップにより試合は終了いたします。エキシビションマッチではありながら衝撃の KO 決着となった両者の戦いに対して、ファンの中ではブアカオは微妙にヒットポイントをずらして三浦が怪我しないように当ててる気がする、膝も突き刺さないし飛び膝も体から飛び込んでいる、パンチも体や顔に力を入れて雰囲気作ってるけど全部急所を外してるし打ち込んでない、空気読んで実践できるところが技術の高さ、てかブアカオ本当にすごいね、全部ガードの上に攻撃している、なんかエキシビションの本会を見た気分、カズの息子の三浦孝太と伝説のブアカオのエキシビション、実力差経験差ありすぎなんで、こういう的なエキシかと思ったら想像以上に激しくてびっくり、キック詳しい人のコメントを読むとブアカオはうまく手加減しているみたいですが、三浦は顔背けたり嫌倒れしない根性がすごいです、格闘技向きなど、KO 勝利を収めたブアカオ選手に対して三浦孝太選手にダメージを与えないために手加減をしていた、うまく立ち回っていたとブアカオ選手の立ち回りを評価するコメントが多く寄せられております。この試合直後、三浦孝太選手はインタビューにて、このようにエキシビションマッチとして盛り上げてもらいながらもブアカオ選手に対して全く相手になれず申し訳ないです、初めてのリングでしたが雰囲気は本当に最高でした、キックボクシングルールでの試合は初めてでしたが想像以上に甘くはありませんでした、僕はまだまだ実力不足です、この負けを力に変えてもっと強くなりますので今後の応援もよろしくお願いしますと語り、初めてのキックボクシングルールにて英雄ブアカオ選手に敗れたものの、今後も MMA に精進すると前向きなコメントを残しております。対するブアカオポプラムック選手は試合後インタビューにて、初めての経験となる三浦孝太選手にはプラスになってほしいという思いも込めてあえてフルパワーでパンチを出しました、僕の武器を惜しまずに出していったんだよ、孝太の今後の活躍が本当に楽しみだよ、これから僕のジムに練習に来ればいいと語り、三浦孝太選手の成長のためにあえてフルパワーで攻撃を繰り出していたとまさかの発言を行っております。注目の集まる三浦孝太選手の次戦はどうなるのでしょうか。本日もご視聴ありがとうございました。